ヤンジャン大学ですけども、問題がね、こう3回分収録されてるんですよ。やけど、まあ、もう乗りかけた船なんでね、やってしまいます。3問目です。何ですか、外国語英米、これ、いい問題ですよ、すごい、本当。すごいいい問題。だから勉強になりますね。いきましょう。大問1。設問1ですね。はい。とりあえず28問、記号が続くと。誤っているもの。あから A から選べと。A は何だ、これね、71に成立歴史書か。うん。まあ、この瞬間、やっぱ、712でね、古事記と出てこなダメですね。ゆくゆくは。最終的には。712古事記。まあ、こっち、また、立国史の、その最初の国史も次書いとるけん。だっけ、こっちが、日本書紀。ね、712。で、日本書紀は、まあ、ここないけどね。720。はい、これ確認しとこう。我が国のね、このバイブルに当たるやつですよ。20ページですね、ここです。奈良時代天平文化。あ、古事記日本書紀。いい？はい。ね。で、誤っているものに行こう。はい、国史編さん、つまりこれは古事記だから、天武天皇、スタート。天武天皇。まあ、一応、天武、回答ですね。天武天皇。で、完成がね、奈良時代なんですけども、着手したのは飛鳥時代ってことやね。まあまあ、はいはい。とりあえず、これがうんち思っても、ね、出てこんかったらスルー、保留しておきましょう。定期給仕ベース。で、うん、読むのと書くの。読んだのは平田のあれで、書いたのは大野安麿。これはまあ、基本的。ね、事項ですね。古事記ね。読んだ、書いた。OK。はい。信頼以来の歴史が、幹部の変年体で作られた、変年体というのはこれがこの日本書紀の、ね、キーワードなんですね、うん、ね、ただまあ古事記も変年体かもしれない、そこは分からん、いいですか、これがね、うん、ここなんですよ、これは難しいですよ、初っ端から漢文、うん、日本書紀はこれ中国向けに作ったんですよ、じゃあ中国人読めます、ね、漢文だから、でも、古事記は日本の文法なんですよ。これ、万葉仮名って書いてますけど。ね、日本の、いや、中国人読めません、古事記は。日本書紀読める。ここなんですね。ああ、万葉仮名で書いてますよ。つまり、日本語で書いてるってことですよ。はい。ね、日本書紀は漢文。これ、日本書紀。×です。はい。中国語で、これ、初っ端から細かいですよ。うん、まず、年を覚える。ね、712と720。であとはどこまでか、どこまでか、ね、古事記は書きっけ子やけ事務天皇から推古天皇、こうでしょ、こう、日本書紀は、ね、なんか、うん、日本書紀やから字と、ね、うん、って感じで覚えたらいいですか、中国と、いや、しょっぱなからこれ簡単じゃないですよ、本当、次いきましょう、に、河川 B に関して B、水戸天皇、ああほらやっけね、これ古事記でしょ、やっけ水戸天皇まで書きくくけこみたいな感じで、あ、ね、はい、で水戸天皇に関してか、この天皇の治世では、宇治に基づいて、うん、官僚に官位を与える、これなんですか、水戸天皇やけ聖徳太子ですよ、ね、官位やから、まあ、官位12回でしょ、うん、ただまあここなんですよね、これやっぱ簡単じゃないね。やっぱこれ本当しっかり勉強しておかんと、これ、太刀打ちできませんよ、これ本当。宇治に基づいて、次はやけ簡易12回や、ね。13ページやけ、まあ、あ、失礼、13じゃない。11ページ、簡易12回。まず、こうなんですね。やけこれは、今までこの市政制度でね、一族とか血縁、これを重んじとったけど、ここで個人、を重んじると、つまり家柄より個人、これが簡易12回の、ね、ポイントですよ、ただまあ目指したけどできなかったですけどね、うん、個人っていうのがポイントなんですよ、だからこれが中和、宇治じゃないですよ、宇治っていうのは別に血縁、まあ、ね、まあ微妙にこう姿勢制度、こう家柄はカバネなんですけどもね、まあ個人ではないよね、違う、これ個人な、個人、個人、これが簡易12回のキーワード、罰で、ここで、うん、馬宿聖徳太子よ、仏教の教え、ね、うん、この、ね、三方を敬い、熱く三方を敬い、これ大事ですよ、
仏法そう、ここが抜かれる時ある。三法を敬い、ね、仏教というのはテクノロジーやけ、これ使って日本を、ね、進歩発展させていく、その通りです。11ページね、11ページ、はい、だから、X が×で、ね、Y は丸やけん、×丸、×丸、う、はい、ちょうどです。いいですか、次行こう。 ABC 3箇所空論補充ですね。 A 水戸天皇や皇極斉明天皇のように妃から天皇となったという共通項を持つのが A と、持統天皇か元明天皇か、うー、まあ、共に女帝ですね、まあ、女帝の歴史もよく出るパターンですよ、よく出るパターン。 A は夫の意思を受け継いで統治の実績重ねたと、うん、うん、やけ旦那天皇、ね、神様天皇、ちょっと置いとこうか。どうでしょう、うん、だけこの皇極天皇が、うんね、B を始めて行いと、うん、まあ、B が上位か長祖か、ああ、ね、うん、で次の天皇の没後に C を行って再めてなんで、ここっちの方が分かりやすくないですか。つまり皇極天皇が再び、ね、再登板して再明天皇になった、あ、これ何、C でしょ、 C ね、長祖か小生かやから、これ長祖でしょ。どうです、これ分かりやすくないですか。小生は消える、ね、再登板だから皇極天皇の再明天皇、ね、で、11ページ、ここですね、長祖皇極女帝が再び皇位につく。でもう一個奈良時代にあるよね、この後見女帝が、ね、長祖して聖徳女帝になると、13ページね、うん、ちなみに小生っていうのはね、この中野家のが、ね、天性のよ、ね、この白村公前後でもうね、この三名天の価値はなくなるんだけど、そこでまあ即位せず政務を取る、実権を握っとる、これを小生というんですね、小生と、うん、天皇空位ですしばらくね、ちゅうこと中野家のどこで聞かれます、うん、はい、でこうなったら、あ、そうか、もうこれは上位なんか、共に上位なんか、うん、ね、あ、この皇極天皇が初めて上位するんですね。生前単一言葉が左翼的で好きじゃないんですよ、上位ですよ、ほんとね、こう素直ちゃん上位したでいいんですよ、ほんとちゅうことで、さあ元明が持統か、うん、ちゅうことね、あ、で妃から天皇になった、まあまあこれで言ったら夫の意思を受け継いで、うん、で孫にね、上位したわけですね、うん、これがやっぱ持統天皇ですよ、持統天皇孫、これ文武天皇で、ここですね、持統天皇旦那の意思を受け継いで、ね、本当は草川になる予定だったら死んじゃったんですよ、仕方なく、ね、この孫の文武天皇が大きくなるまで即位、ね、天皇でとして、このまあね、後見じゃないですけど、文武が大きくなるまでとりあえず、ね、なんていう、ね、ピンチヒッターみたいな感じですねはい、ということで持統天皇、はい、うふ、いいですか、うん、この長祖小生、うん、そこも押さえとこう。次4番 XI 丸×、うん、うん、いや、くだら攻めを来たら、これはもう、ね、これはもう金明天皇でしょ、楽勝や、これはすぐできないけんね、仏教伝来金明天皇、金明天皇くだら攻め、このトライアングル10ページ、これはいい。で、皇極天皇と除名天皇はそこのイルカを後ろ立て山城の皇位継承を巡って争った、うん、って山城炎って聖徳太子の息子でしょ、山城炎大事よ、垢抜きしてますけど、そこのイルカに滅ぼされたんですよ、ね、これは分かるでしょ、ね、後ろ立ちじゃねえよ、滅ぼしたんや、バツ、はい、バツバツ答え、はい、次行こう。5番で五択の並び替えなんですね、これね、うん、難産は、はい、1番、あ、大仏改元、大仏完作れ、大仏造立の命のりは聖武天皇やったけど、信楽でね、できたんは次の代ですね、焼き芋のとこ13ページね、大仏造立ろくなことないから、鎮国国家で大仏造立、
で、できたのが次。まあ、752ですね。覚えられたら覚えた方がいいですよ。娘、貢献女帝で完成。752。まあ、わからんでも、貢献女帝。天皇でいい。考えていく。次、2番、宇佐八幡神託。ね、道教ですから、ね、これが、この調査した後の聖徳女帝。3番、恵美の推し活の乱の後、だら日経、100万頭だらんじゃってですね。ね、これで、恵美の推し活の乱で亡くなった人を供養するため、ね、これちゃんと供養せないと横領になったらやばいですからね。だけ恵美の推し活が次のこの順仁天皇。で、ここで乱を起きて、順仁天皇クビになる。で、聖徳、貢献女帝が調訴する。ちゅう流れですね、ここ。で、最後、道教に譲ろうとして、ね、わけの清丸が阻止すると。っていう流れです、13ページ。はい。いい？だから、ね、これも貢献女帝やけど、こっちは先よね。で、最後、道教への攘夷が失敗して、ち流れになりますから、いい？やけ、あ、ちゃうちゃうちゃう、これですよ。3も聖徳女帝。やけど、23ね、23。23、聖徳女帝やけど、こっちは最後ですね、2がね。やけ、1、3、2か。1、3に答えがいい。はい。ちゅうことで、もう100万頭たらにも大事ですね。ああ、このレベルだと聞かれても全然おかしくないですね。一応文化のところに書いてます。21ページ。いい？はい。次行こう。6番、誤ってるの。野戦部いいわ、なんだ。太上天皇、略して上皇、上皇。ね、はい、誤ってるの。大宝領で、太上天皇の称号が定められたことが、感染注釈書、領収権。ああ、信楽でね、信楽で大仏造立、大仏造立、これ大事ですよ。さっきちょろっと触れましたけど、信楽。でも最終的に奈良の平城京ですね。これがうまくいかんで、で奈良に大仏をう、ね、作ったわけですよ。で、男で最初の太上天皇、上皇ね。女で最初の上皇は、ね、さっきのこの、皇極天皇ですから、皇極女帝ですからね。男は、聖武天皇。二所朝廷。これ、権力がこうね、ね、この、分裂してですよ。で、非常に政治的な不安定な状態が生まれる。ね、こう平城上皇と嵯峨天皇。これが、クスコの変ですよ。14ページですね。最近この平城太上天皇の、ね、変。こっちのネーミングがさメインにできますけどね。まあ、もうクスコの変でも、もう通用しますけど、全然。ここです。上皇対天皇のバトル。14ページね。で、そうですね。白河天皇は上皇となって院御所を置いて、院政の道を開いた。ね。息子に譲って、で、堀川天皇に上位した後も、ね、実権を握り続ける。まさに院政、18ページ。これは難しいっすよ。これは難しいと思う。何が違うんか。これ個々なんですよ。領主義が違うんですね。領主義。まあ、律令の法律の解説書みたいな感じだね。領主義が。で、14ページ。14ページ。ね。このやけ、清原なんてその、気がつく系、両義家。で、これはもう、領主家はこれまでの名をと。こっちを先に押さえよう。で、はい、これですよ、これ。丸なん入れて。だから、感染は、政府が作らせたんが、ね、両義家。こっちなんですよ。これ、丸なん。うわ、めっちゃ細かいですよ、これも。これめっちゃ細かいよね。中古なんです。ここでダメなんですよ。答えは。感染は両義家。×、×。難しい。いや、これ相当、やっぱ、勉強しとかないと、これ本当、ついていけませんよ。しっかり勉強してください。ね、はい、行きましょう。次、デーに入るので。
での時代やけん、まあ、これ名称天皇あるから ね、 ね、名称天皇つったら紫衛事件じゃないですか。これはなんじゃない、紫衛事件は何かどれかっつうと江戸時代でしょ。紫衛事件とは何ぞや、黒本では43ページ紫衛事件です ね、 あね、まあ、つまり、簡単に言うと天皇よりバックの偉いんやぞつって、これを世間に示した。で天皇は腹立てて、ね、幕府に連絡せず上位して、ちゅうことですよ。一応まあ最後の女帝は桜、後桜町天皇と、最後の女帝、これも、まあ、あんま聞かれたの見たことないけど、聞かれたことがある、どっか忘れてましたけど、はい、まず名称天皇を押さえましょう、紫衛事件。ちゅうことで、これはなんじゃない、はい、次行こう、2番。信長の配下が関わった戦国時代の戦とか、だからこれなんかね、このなんちゅうの、このね、軍勢付きで、この配置図っていうかね、ね、敵味方の、はい、でなんすか、まず並び替え、これ並び替え最後の方がいいと思いますよ。ね、いきなり並び替えは無理や。これしかもこの後問題どんどん聞いてきてるから、これやりながらなんとなく見えてくる、見えてくる。ね。だけど飛ばしますよ。飛ばす。はい、9番行こう。A および E に入る。A は何？これ、これ。1の戦い。丸1はこれ、これ。まあ、橋場軍ちゃうからね。橋場って誰ですか？ね、ここも橋場軍あるよ。ね。これ秀吉でしょ。秀吉。ちょっとさっき信長の配下が関わった秀吉よ。秀吉の戦いですよ。ああで、A に入る。A 軍の軍勢はこの秀吉の敵ですね。ね。で、秀吉本体の撤退によって A 軍敗走。これで秀吉が信長の後継者の地位。まあ、ここで橋場秀吉って書いてくれてますからね。あ、秀吉やと。秀吉、信長の後継者の地位を揺るぎないものにしたと。ね、中央ですよ。でこれ選択肢見たら明智光秀か、ね、柴田勝家か、ね、どっちか。明智光秀、柴田勝家、まあ、織田家内の織田家中の、ね、この権力闘争ですよ。信長亡き後のね、本能寺の変の後の野犬、秀吉39ページですね。あ、山崎の戦いと、続いて静ヶ岳の戦いと、ね、こうやってライバルを、ね、破ってね、天下人になっていくわけですよ、でこれで地位を揺るぎないものにしたち、北国街道、意外とやっぱ簡単じゃないかな、明智光秀か柴田勝家かと、ね、明智光秀、山崎の戦いは石清水八幡宮だから京都の入り口のとこですよ、これね、静ヶ岳、ね、この越前のこの柴田勝家破った、これ柴田勝家ですね。ここでやっぱ後継者の地位揺るぎないものにした、ここかな。答えはまず柴田勝家が入る、やけあ、いが消えます、消えたね。あ、でじゃあいは何かっていうと、いはいいか、いここしかないね、いいわね。いい城に移って上洛の意思を示すようになるまで強調としたところであると。信長が美濃攻め。で、その後、いいに移った。ここから、まあ、岐阜か清須かやからね。まあ、これはやけ、ね、この美濃斎藤氏を倒して岐阜城。岐阜城。ね、岐阜から最終的に安土になるわけやけど、天下布武でしょ。ああ。ね、ちょこですよ。ここです。ここです。まあ、美濃。あ、いや、美濃攻め書いてあるもんね、これね、はい、岐阜です、答えです、ね、やけこれが静ヶ岳の戦いだと、はい、ね、次行こう、 10B に入る、 5B はこれか、 B かで、最終 B が撤退したんですね、静ヶ岳の戦いの最中にこれがね、柴田軍このね敗戦の主因ですよ、本当。はい、でその褒美で秀吉から加賀をもらった、
加賀ですよ、加賀。加賀百万石、ね。で、これ見たら、加賀百万石。ね、それは前だけでしょ、加賀百万石は。加賀ですよ。ね、はい。ちゅうことで。いいよね。毛利はね、まあ、ね、中国ですからね。宇喜多はまあ岡山ですけども。USJ 開発は、ね、新潟から後この会津で福島に移されますけどね。まあ、加賀百万石。加賀から前田を解く。いい。次、C で。これ、C で。2の戦い、これ、これね。これ、ほら、もう、まさにこう、もうね、水路じゃないですか、これ。入り組んだ。で、これ、摂津近いとでしょ、うん、?10 年に及んだ。門と門と。うん。で、これが、石山本願寺ですよ。で、後、ここに秀吉が大阪城を作ると。ね。ちゅうことで、だけこれ、本願寺ですね。門ととかあるけ。一揆、まあ一向一揆という言葉はないけど、うん、門徒でね、宗教を考えてほしいよね。うん。はい。で、これが本願寺。石山本願寺攻め、ね。信長の宗教戦争。あ、宗教統制。石山本願寺、ね。で、ここがこの伊勢長島、わかる？ここのね、阿波か伊勢か。これなんですよ。これ、丸菜入れて、丸菜。南山第一希望の人は、第一希望の人はね、入れるべきですよ。こう伊勢長島、伊勢が聞かれたんですよ。伊勢が。伊勢や県、はい、これです。で、越前越後、これも微妙やね。難しいと思う。うん、隣同士じゃないですか、越前と越後とはね。うん、答えは、うなんですよ。越前。ね、まあ加賀の一向一揆からの流れなんですね。加賀の一向一揆からの加賀と越前隣同士ですからね。うん、はい、中央で、まあ越後を消したいかな。はあ、ちゅうことで、ああ、まあ間違ったら越前寺入れときます。うん、ここの越前越後簡単じゃないですよ。これも本当簡単じゃない。はい、ちゅうことで、もうとにかく場数こなしてください。場数いいですか。次12番、X 丸×、はいはいはい、次 A、 あ、これ、やけ次丸さんですね。丸さんね、小牧ってあるよね。小牧ってね、小牧ってあるね。小牧ってね、ここでやっぱり小牧長くてね、秀吉家康の唯一のバトルね、小牧長くてやけん、ここね、これちょっとマイナーですけども、でも何気に面白いよね。秀吉とね、家康がバトってるんですから。これ丸なんじゃないですか。丸なん、ね、この勢力は織田信勝と家康の連合軍ね。そう、徳川家康、織田信勝、ね、VS 秀吉、はい、39ページね。戦局優位に進めて相手側を降伏させた。この勢力は戦局がこの勢力じゃな、相手側を降伏させた。まあ、降伏はしてない。うん、まあ、戦争じゃこの家康が勝つんやけど、結局外交で、ね、家康は最終的に秀吉にこう心中しますからね。やけ五対六になるわけでしょ。ね、これ降伏が罰やね。こっちは OK ですね。はい。丸罰、丸罰。ね。やけ、まあ、間違った人はもし信仰のお持ちなら、降伏はしていない。秀吉は降伏していない。外交で、ね、なんだろう、ね、大逆転みたいな感じですよ、本当。ちゅうことで、はい、13番 F に入る、F これ防御側の F、うん、最後これか図4、あ、防御囲まれとるんですね、なんかね。ね、なんだろう、うん、視線禁止の命令の違反を理由として攻めた。攻めた。で、攻撃側の派遣が事実上確定した。ね。で、これでしょ、最後。なんか、総構えって、全部これね。ね、この堀、堀っちゅうか、ね、堀と土手で囲んでしまうという、すごいことですよ。ね、何キロと。ね、
まあ結局やけどうだろう、視線禁止の命令の違反、ここなよね。ここの表現ね、これでこう秀吉出した総無事令ですよ。勝手に戦うなと、俺の言うこと聞けと、ね、聞けんやつはね、しばくぞということですよ。で、これ従わんかったら北条が滅ぼされたと。ここです。こっから総無事令持ってきて、秀吉のことでしょ、大体ね。大体秀吉のことやん、ね、ちゅうことで小田原征伐と、ね、北条滅亡ですよ。で、覇権実直閣で、これで天下統一ですからね。以後国を丸く治める。以後国を丸く治める。1590年。つことで小田原、北条攻め。ね、で、時の 13F に入るだけ、これ北条やから、北条やから。北条、分かって、さらにそこからの、関東管領を継いだと。北条は関東管領じゃないですね。関東管領はもう継いだのは誰ですか？ね、これが上杉謙信ですよ。38ページ。ね、はい、ちゅうことで、まあ、ここは北条ではない。黒人からも、黒人来た瞬間ね、で、陶でしょ、陶尼子、陶晴賢。黒人来た瞬間、毛利ですよ。もうとにかく毛利、黒人はめっちゃ出る。毛利の出自が黒人やったと。まあ、地元の豪族みたいな感じだね。ね、待って。毛利元就、毛利のね、家祖ですよ。そう、この黒人出身。これよく出る、ほんと。いい？ 38 ページね。で、次、九州短大、東海。で、これは信長に滅ぼされた、ね、まあ、撃たれた今川義元ですよ。九州短大はその先祖である今川良俊ですね。今川、桶狭間。ちょっと見とく。今川。で、堀越公方を、ね、滅ぼして、伊豆から相模、ね、伊豆から相模、堀越公方、ね、茶々丸滅ぼした、茶々丸。堀越公方、堀越公方。だけ、ここですね。ね、まあ、これ、堀越って読むんですけど、僕はもう堀越っていう。濁らんやないですか。堀越で、ね、正友やないですか。濁らんやないですか。で、茶々丸滅ぼした。北条。はい、答えは A。OK。はい、次、10番。下線部 B よりも。あと B は。で、あ、これか。天下統一やけ、1500、以後国を丸く収める。これより、後に起きたことで正しいのは何かと。はい、海賊取締令。人払い令。人払い令はね、結局、身分統制令ですよ。つまり、お前も百姓なら百姓、ずっと百姓。お前武士なら武士と。ね、当時は結構自由に入れ替わりやったからね。ある時は百姓、ある時は、ね、兵隊っつって。ダメダメっつって。ね、なぜそれやったかっていうと、正確に戦える人間を、ね、この把握したかった。なぜか。大規模な海外遠征するからですよ。ね、だからこの、人払い令、39ページね、秀吉。これと朝鮮出兵はセットで抑える。ね、いい。で、朝鮮出兵がこの27もこう絶対年がいるんですよ。以後国を丸く収めて、そこからもう2年後朝鮮出兵やってますからね。27なんですよ。ちょこだ、この前年やっけ、このね、人払いでは91なんですよ。このためにやったわけやから。ちゅうこと、まあ、こう人払いで年は書いてないけど、91。朝鮮出兵前年。朝鮮出兵のためにやるんだから。ちゅうことはこれ91やから、まあこれ90やけどね、当然天下統一ね。太政大臣、豊臣の姓。ね、まあ、太政大臣より、まあ関白の方が、やっぱすごいなんかね、強烈よね、イメージはね。これがね、85。これも、こっちを押さえておこう。関白85。これ覚えやすいでしょ。覚えやすい。越後のパンツで、そこから明智光秀を撃ちました。さらに静かだけで柴田勝家を撃ちましたと。ね、で、85関白。で、5年後、以後国を丸く治めて天下統一と。で、そこからの朝鮮出兵。で、流れですね。これ、まあ、太政大臣、関白約85。バテレン追放ね。これも流れで、秀吉の九州征討ですね。ね、九州の島津をしばいたんですけど、ここで、
ね、九州平定時にこの、ね、九州の大名が勝手に土地をイエズス会にプレゼントしていると、ふざけんなって話ですよ。そこでバッテレン追放なんです。ね、87、ね、ちょっとこの辺が覚えにくいんですよ。覚えにくい、うん、まあここはやけこの人払い例が出ればもう答えが出る、意ができるけど、出てくるけどね、これがようわからんでも、ね、うん、まあ一応そういうことだ、ね。海賊取締り、これも秀吉ですよ、秀吉、うん、ね、まあまあまあ天下統一前ぐらいでいいですよ。こうバッテレン追放だけはちょっとまあ87はまあ最後でいい、覚えるのは。とりあえず九州政党とつなげとこう。九州征伐、島津征伐からの大村隅田でバテレン追放って。ちゅうことでいいですか。人笑い例はやけ、これね、朝鮮出兵とつなげる。バテレン追放は九州政党とつなげる。ね、そんな感じ。であと最後、年をきっちり押さえたらいい。今はまだいいですよ。最後押さえたいですね。次、大門さん。これか、これですね、15番 A に関して、 A はこれ将軍側近と専門職と2つの職、うん、A に関しての豚将領哀れの例で、失礼、将領哀れの例やぶっきり例を制定した綱吉は、ああ、まあ、相場のことやから、なんかな。将軍側近ですからね。あれ、専門職ですか、うん、いや、これが合っとるかどうか。綱吉、柳沢吉は相場に。ね、合ってますね、これね。間違ってはない。間違ってはない。はい、次。Y、綱吉は、勘定奉行、荻原重秀。ね、ああ、財政、綱吉の財政政策は、荻原重秀。ね、ああ。まあまあ、専門職と側近と専門職、そういうことやろうか。ね。これは間違ってないですね、両方ね。はい、答え。あ、やけ。一応確認ね。綱吉は、はい、43ページですね。43ページ。はい、ここ。柳沢吉康、蕎麦用人、ね。で、荻原重秀は、元禄小判。ここですね。はい。OK。よし。次行こう。16番図1は、図1。これですか。ああ、この、まあ、儒教のね、系譜ですよ。朱子学、陽明学、古学とあってね。ああ、ああ。はい。で、A に入る人物ですか。A に入る人物、これか。将軍の死後に、綱吉死後に将軍家信の事故、うん、家庭教師、学者ですよ。だけど、まあ、この時点で A が荒井白石やと。出てくると思う、すぐ。荒井白石。ね。1ページめくりまして、次、家信が、ね、荒井白石、自己、家庭教師です。うん、40ページ。で、あ、どこに入るか、A が。じゃあ、この系譜が分かったかな、解けませんね。この儒教の系譜、50ページです。儒教の中で、さらに流派があって、朱子学、ね、南学、陽明学。さらに古学ってことなんですよ。で、荒井白石はここですね。ああ、てお、修士学なんです。修士学ですよ。の中の教学、もっと細かく言うと。ああ、荒井白石、この系図なんとなくだけ理解しとかんと解けんってことよね。で、荒井白石、この著作、ね、こういるんですよ。ね、この、ね、一、読書の、古筆、折りたく芝の木、反感服からの再来源、西洋義務。あ、6個、絶対いる。50ページ。いいですか。はい、でだからね、朱子学の中でもどっちかというとね、こっちのね、林良太の系譜じゃないですね、こっちなんですね。答え A ね、答え A でしょう。木下順庵からの荒井白石事故ですよ。はい、ね、もうここ覚えとかんともどうにもならんちことですね。次、河川部 B について。河川部 B、幕府は全国的な支配体制を確立したで、はい、で、誤っているのを選べと。幕府は貨幣の鋳造権を掌握していた、まあ、金座銀座ね、作りましたからね。幕府は東海道をはじめとする五街道を直轄していた、うん、ね、まあ、ね、銀座ちらっと見とく。
49ページね。これ、はい、商業関係。まとめてる。ね、銀座銀座。幕府が、ね、この貨幣の鋳造権を、ね、握ると。で、次が、はい、ちょっと左側。48ページね。五街道ね。道中奉行ですからね。いいね。はい。これも基本ですね。で、なんすか？幕府は函館、大阪、下関など主要港湾都市を直轄していた。ここだよね。下関なんですよ。下関はどこの港ですか？下関出てくるのはね、この幕末よ。55ページ。夕飯の起こり。ね。諸藩、力をつけた、ね、藩ですよ。バリバリ商売やって。で、この中で長州出てきて、長州何やったかっていうと、下関に越荷方作ったんでしょ。ね。下関は長州の港。ね。幕府の直轄ではない、×。ここですね。これで、うです。これで、う。OK ですか？はい。ここですよ。下関ね。この後ね、四国艦隊に砲撃食らいますけどね、下関は。いい？はい。18番ですね。で、その前にと忘れた。これ。ああ、ね。古い順だから、ね、まず、どうですか？ね。これ言ったら、ね、賤ヶ岳。これ秀吉でしょ？でもこれ本願寺、ね、石山本願寺攻めは、これは信長の時やから、ね、これが最初やね。信長やね。2が頭来る。で、まあ、この時点でもう、うかえか。うかえなるね。ああ。ね、で、この後、信長本能寺の変で、賤ヶ岳の戦い。で、秀吉が、ね、このね、なんだ、この織田家中の、ね、まあ、ね、信長の後継者、ね、の地位を確固たるものにするわけですね。で、その中で、家康とバトル。最終的に家康もね、心中させ、ね、最後、小田原攻めで天下統一やから、2134、234、これ、うやね、う。はい、ということですよ。はい。よし、じゃあ戻ろう。18番ですか？ B に入る。B、B。これね。だけ。いるか、やっぱ。新井白石の、こう来て、新井白石の、はい、著書 B。著書 B。天皇から将軍、朝廷から幕府へと王朝号へと、つまり徳川の天下は歴史の必然だと。ね。まあ、相当よいしょしたわけですよ、簡単に言うと。御用学者ですからね。で、この白石の著作。ね。あ、まあ、飛んだ、ごめんなさい。いい、先こっちやろう。ね、大日本史、独自要論、武家事件、本領津もうこれ、この中で白石の著作は意しかないですから、答えいいですね。一応、当ても確認しようか。大日本史は、これは、ね、なんと、幕府よりも天皇が尊いという。倒幕思想、これ、水戸学、水戸学。43ページ。これ、徳川光圀ですね。はい、43ページ。武家事件ちょっと細かいな。51ページ。ね。政教要領。これ山賀草稿ですよ。すいません。これもうね、申し訳ない。中朝事実が抜けとんですよ。抜けと。もし持ってたらここに入れてください。中朝事実。これ政教要領、中朝事実、すっごい大事なんやけど、これ抜けとんですよ。あ、気づかんかった。もう抜けとったんですね。本当。申し訳ありません。で、ここに今、武家事件がある。ここまで押さえたら、早慶でも問題ない。山笠、ここ3つ。政教力、中朝事実、武家事件。いい？51ページですね。これ入れとってください。書き加えても構わん。いいですか？はい。で、本突眼。これは、これがこの林田山の、ね、徳川幼少本ですから。50ページね。いい？はい。ということで、ごめんなさい。18番ですね。並び替え。並び替え。近中並びに公家諸法度だけ、これが、ね、豊臣滅亡からの武家諸法度&近中並びに公家諸法度やから、この豊臣滅亡からのっていうのが大事ですよ。やけ、まあ、豊臣滅亡は15ですからね、40ページね、15ね、からの全国統一ですよ、完全に。そこでこの武家諸法度で、一緒に近中並びに公家諸法度。
豊臣滅亡後ですからね。ちょっと流れで1615、はい、次2番、御用瀬での征夷大将軍の宣言を行ったね。だけつまり徳川家康ですよ。家康を任じたのがね、御用瀬天皇ですから。ちなみに秀吉を関白に任じたのも御用瀬天皇ですから、ね、これどっかというと関ヶ原後、これが03、ここですよ、ここね。ああ、死に関してか、まあ、待って、まあこの後やけもうね2年後には秀忠に譲ってますからね。この時の宣言も御用瀬天皇だから、まあまあどっちでもいいですけどね、どっちでもいいけど、これだけじゃどっちかがちょっと限定できませんけどね、今思ったけど、はい、将軍の娘が天皇の妻だった。これが何かというと、こう秀忠ですよ。二代将軍秀忠がね、大体やっぱ摂関政治になっちゃうんですね。ここ娘和子を御水の手の受胎させたと、ここのことなんですね。うん、ね、でこれが何年かが15は出てくるけど、この前川とか、ね、03に将軍になってますから平田は、ね、結構10年以上あるよね、この間前にも。でこの後ろにもある、このどっちかがこれね、やけ、まあ、一応これ秀忠の最後ですからね、うん、ね、20年前後やったと思うんですけど、まあ、年はまだ覚えなくて、僕も割と、ね、ファジーですから、うん、ただやけこの近所並みにクエスチョンハット1615の後なんですね。あとここでまあ官位改元改暦と、ああ、ね、完全に朝廷もコントロールできる力を、ね、権限握ったわけですよ。はい、ちゅうことで答えは、征夷大将軍これ2やで、大阪豊臣滅亡で最終的に摂関政治になると、つうことで答えが、213、答えがう、ちことですね。いいですか、はい。で次が、19やったんで20番。いやーこれなかなかね、一個一個やっぱ大変ですね。こんな、まあこんなは一問一答やけどね、ほんとここのやけ、この和子とここのね、近所並みにクエスチョンハットとか、これ意外と迷いますよ、すごい。ああいやいや、しっかり勉強して備えましょうね、本当ね。まあ、だから難産価値があるんですよ。こんな問題解かないと受からないから価値がある。そう思うね。20、空欄 C で に入る。C で。C か。荒井白石で、ね、まあ、朝鮮問題で将軍用いた C という称号の問題。これも基本ですね、これは。だから今まで、44ページね。日本国大君殿下やったけど、これいかん、ちゃんと国王にせえってことで、こう変えたね。殿下から国王やね。ああいいですか、44ページ。やけ、大君殿下から日本国王に変えたと。ね、はい、基本です、これは。次、21番。でについて。で、幕府が従来大名の管轄として交易に関して。基本ね、幕府は朱子学やからね、あの金儲けどうでもいいんですよ。どうでもいい。誤っているの、いきましょう。江戸の、まあ、この辺をこう見たら、なんか四項やね、最初のね、初期外交ですね、4つの玄関。アイヌは松前、間違ってないですね。うん、朝鮮、対馬、宗氏、ね、これ、中世から継続。あ、長崎では鍋島特権的に、長崎貿易は、鍋島出てきます。鍋島の殿様出てきますよ。名君ですよ、鍋島の殿様。55ページ。ね、これ鍋島、佐賀、肥前ですよ。鍋島直政乾燥校ですよ。アームストロング法を作らせたね。佐賀肥前、鍋島はちょっと細かいけど、長崎の防備はしますけど、ここで貿易はしますよ。長崎の警備はしますけどね。これが何かっつうと、ね、このフェートン号事件ですよ。警備しとった、ね、佐賀が全然ダメだったんですね。ね、もう平和ボケしとった。ね、で処罰されてしまうと。ね、これ反省して、佐賀はこのね、大砲研究に、ね、ね、この、ね、目覚めていくんですよ。ちゅうことです。はい。警備はするけど、いいですか。貿易をするわけじゃないから。罰。琉球は、まあ、実質薩摩のね、島津の植民地ですから。はい、その通り。答え、ここです。
誤ったのになる。いいですか。はい、次、4、おお、満州、いきなり満州。明治になったですよ。はい、近代や。A に入る語、A、A は、なんですか、これ。日露戦争激戦地。関東届く方があれだ。うん、まあ、どっちでも届けるね。能美大将の激戦ですよ、まさに。203高地。日露戦争、日露戦争。71ページ、71ページ。ね、ああ間違えちゃって、もう写すようじゃなかったの、もう書き入れちゃったんですよ。もうくっそ、全部修正できめんどくさかった。もうくっそ、ほんと。はい。来ちゃないけど。来ちゃないけど。まあ、関東届く府が置かれたのは領順。まあ、こっちで見てもいいし、ね。ああ、この、激戦。領順戦い。まあ、やっぱこっちかな。ああ関東届く府領順。で、こう満鉄本社が大連。これを押さえた方がいいと思いますよ。いいですか、まあ、ほとんど隣同士ですけどね。両順も大連も。いい、はい。ここです。丸南。もしお持ちなら、両順。答え、両順。はい。満鉄本社は大連。よし。次行こう。23番。河川部 A に関して。河川部 A な。国際連盟。はい。国際連盟ですね。国際連合じゃないですよ。国際連盟。XI 丸×、はい、X、ウィルソン提唱、どうですか国際連盟、ウィルソン提唱。これがパリコワ会議ですからね、ベルサイユよ。その中で、はい、74ページ、ウィルソン提唱、本部ジュネーブですからね。今の国連はニューヨークでしょ、はい、国際連盟はジュネーブ。×じゃないね。いいね。ちなみに次、ワシントン会議、ハーディングですからね。いい国際連盟はウィルソン。ワシントン会議、ハーディング。いい、はい、×ではない。バッテリーだね。日本、アメリカ、イギリス、フランスと共に常任理事国、ここですよ。ここがよく出るパターン。アメリカが言い出しっぺですよ。しかし、その言い出しっぺは、なんと議会から蹴られて、ね、常任理事国になれなかったと。アメリカ、もともとね、あの、ね、ね、アメリカ、この、ね、モンロー主義ですからね、他国に干渉しないという、そういう伝統がある。ね、ということで、言い出しっぺのアメリカが不参加やったら、ちょっとよく聞かれる。よく聞かれます。我が国は常任理事国やから、ね、国際的地位めちゃ高いですよ。74ページね。まあまあ、線引くならここじゃないですか。ここのアメリカ、丸なんじゃない丸なん。いい、はい。やけ、X はいいけど、Y はダメ。ね、答えは丸×、丸×いい。1号ですね。はい。次行こうか。24番。B に入る。これ単純な一問一答しな感じやね。中国国民党の B、国閥開始。中国バラバラになった。バラバラになった。北閥。ね、中国統一の動きや。まあこれ国閥やったのは蒋介石ですからね。北閥最初に出てくるのが75ページですね。僕はこの若槻内閣第一、ここに書いてますけど。ね、北閥といえば蒋介石。あ、75ページ。答えは蒋介石やけ。はい。孫文が辛亥革命やったけど遠征街乗っ取られてもうた。遠征街死んだ後断気図出てくるけどダメやった。でバラバラになった。でここに蒋介石出てきて再び統一の動き、ね、ところがこの、まあ、王朝名ですね、うん、蒋介石と日本はバトルわけですよ。これが日中戦争、で王朝名は日本と協力してもいいよっていう感じやったけど、まあ、最終的に、ね、ポシャってしまいますけども。ところがその蒋介石側を最後まくったのが毛沢東であるという中国の簡単な流れ。はい、25ページ。25番。河川部 B。田中義一、田中義一。この田中義一もね、脂っこいですからね、ほんと。黒本で言ったらね、これ76ページ、もうすっごい脂っこいですよ。田中義一、脂っこい、めっちゃ。ああ。ここ踏ん張りたいところよね。で、何ですか、聞いてるのは。正しいもの、三党出兵やった蒋介石の北伐に対して、ね、この中国における日本人の生命財産を守ると、ね、三党どこでゲットしました。日本は、ね、日本はこの、ね、第一次世界大戦でドイツがもともとここを押さえとったけど攻めたんですね。ゲットです、ね、ゲットだぜ。三党賞ゲットだぜ。ね、このベルサイユ条約で日本は三島諸ゲットだぜですよ。三島権益、ね、ああ、まあ、ところがこの後スタモナって返還した、返還した、
ね、これが、はい、次の9カ国ですよ。返還はしたけど、ね、この山東省を中心にたくさん日本がお金出して工場を作っている T シャツの、これは何かっていうと、ね、在家簿、これもよく出る歴史用語、ね、これに対して北伐でちょっかいかけてこようとしたから守られるために山東出兵やったと、そういう流れですね、そういう流れ。ああね、はい、やけ、まあ、田中義一についてですか。ああ、山東出兵、山東出兵やん、これ。あっぽいね。で、これで、衝突が起こる。災難事件。災難事件。これね。はい。ちょうどいい。日中関税協定、うわ、これ細かいな。細かい。ね、やけ、なんちゅう、北風と太陽じゃないけど、うん、ね、太陽政策するんですよ。これがこの日中関税協定、ああ、ね、この協調外交ですからね。これ次の浜口たちなんですよ。ああ、ね、これ協調外交ですから、ね、篠原喜十郎なんです。日中関税協定、細かいね、これ総計出てるんですよ。細かいよこれ。一応ここです、聞かれてるのは。だけどもうこれ別にこれ分からなくても、もうあで三島出兵で災難があるからすぐ出てくるけど、一応第一次上海事変は、ね、満州事変の目をそらすために上海事変やってますから、77ページ第二次若槻の満州事変の中の一環、一環、上海事変、ね、ちょっと待ってください。上海事変、こうです。満州事変からの上海事変、ね、77ページよ、はい。で、関空停戦協定、まあ、この満州事変、ね、の停戦講和条約ですよ。これがまあまあ一応こっちにも書いてますけどね、斎藤内閣、うん、斎藤内閣のとこにも一応書いてる、83ページね、関空停戦協定。これ関空という字がなかなか出てきにくいから頑張ってください、うん、しかしこの後ね、盧溝橋から日中戦争が起こってしまうということですよ、本当、はい。一応全部確認したね。答えはA。26番 C に関して、 C はこれ満州事変でしょ。流浄後からの満州事変、ね、第2次若槻内閣77ページ、ね、作戦の神石原幹事世界最終戦論、いいですか。で何誤ってるの、はい、若槻内閣は不拡大方針で、これを無視して関東軍が全満州展開、ね、地方ですね、マスコミ軍の行動指示、ね、はい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 、内閣は止めようとしたけどダメやって、ね、内閣総辞職ですよ、ね、マスコミは万歳万歳ですよ、ね、でたらめやっとるのは関東軍ですけども、はい、関東軍は満州を占領すべく戦で戦線拡大、関東軍戦線拡大、ね、全満州制圧と、ね、で4ですか、あ、A か、犬飼剛内閣が日満議定書に調印して、こうですね、犬飼剛はこんなことしたら絶対アメリカぶち切れると、ね、その通りですよ、本当。だけど犬飼剛83ページね、犬飼内閣 ね、あ、ここで満州国できるけど、ね、犬飼はここ聞かれてますよ、ここ満州国承認しなかった、だから515でポアされてしまったと、中国ですよ、はい。答えはA、まあこれも基本的事項ですよ。犬飼内閣は、ね、満州国承認せんかった。で、日満議定書結ぶのは次の斎藤誠内閣ですから。まあ、どっちでもいいね。はい、これは絶対解いてくださいよ。はい、27番、河川部で、うん。リットン、リットン。リプトンじゃないですよ。リットン、リットン、ね。ここで日本がむちゃくちゃしとると。ね、力によるね、この現状変更は許されんと。ね、これがね、9カ国条約であり、ね、なんですか、ね、パリ不戦争やったわけだけど、日本がむちゃくちゃやったんですよ、ね、国際法違反だってことよ、今のロシア状態ですよ。そこでリットン調査、リットン、ね、送ったと。で、なんですか、誤ったの、リットン送って、まあ、この結果が出たんです ね。で、この結果、満州国は、ね、ね、この、ね、正式な、ね、ね、まあ、簡単に言うと日本の傀儡国家やと、こんな認められないと。まあところが満州の権益は認める、結構日本寄りやったんですけどね。でも日本ぶっち切れて国連脱退ですよ。まあ中央党で、はい。で、何、謝ってるの？行きましょう。自発的に、ね、民族、まあ日本の傀儡やと。
ね、衛星国家やちごとで、はい、その通りですね。満州事変以後、日本軍の行動は自衛とは認められないと。うんね、自衛を逸脱していると。ね、大きく逸脱していると。ね、ですうは、経済的権益は認められるべきではないと報告した。ここですよ、ここ、このうや。チェック入れようか、持ってたら。いい権益は認めるんですよ。満州権益は認めるんですよ。ここですよ。ああ、これも細かいですね。細かい。はい、もし持ってたらそこに丸ないでよ。ここです、ね。取り消しを求める勧告がまとめられて、ぶち切れて松岡洋介が国連脱退と。ちなみに。はい。最後、記号ね、28番。並び替えか。何すか、1、独ソ戦。独ソもね、くっついたり戦ったり、大変ですよ、ほんと。満州国、満州国。失勢や、不義来た、不義来た。で、3は、まあもう開拓青年、青少年義勇軍、これめっちゃ難しい。これ早稲田聞いとるもんね、一回ね。僕もちゃんと覚えてないですよ、こんなの。こっちでとこう。盧溝橋や、盧溝橋。ちゅうことは、やけ、満州国が、ね、さっきの犬飼内閣。認めんかったけどね。これ盧溝橋事件やから日中戦争でしょ。ああ。ちゅうことは、この絵。ね。さあ、じゃあ最後、1、独ソ戦。ここですよ、独ソ戦。ああ。で、バスに乗り遅れるようになるわけですね。ここは三国同盟。これが86ページ、最後の第2次近衛。この後だけもう戦争ですからね。東条内閣で。日米戦直前のすっごいもうなんか、きな臭い地。一触即発のところ、ほんと。ああ。独ソ戦どこですか、独ソ戦。だけど独ソ戦。ね、日本は北に行くか南に行くかで、ほぼ南が決定しとったんやけど、いきなり独ソ戦始まったんですよ。ここでやっぱ北に行った方がいいんじゃねってブレちゃうんですよ。関東軍特殊演習つって。関東軍と略してますけど。でも最終的に南進選んでアメリカと戦うと。ね、つうこと。はい。やけ、なんすか答えは。独ソ戦やけ、まあ、第2次近衛ですね。はい、ということで答えはどうなんだ。まず2位来て犬飼剛で、次第1次近衛、第2次近衛、231231答え A ですか。一応記号終わった。いやー、なかなかやおないですね、これ本当。うん、やけできなかったところをしっかり確認していきましょう。いいですか。はい、では大問に、まあ、後半の記述ですね、いきましょう。ウクライナに入る後2時、2時、ここですから、中世、ね、相続を繰り返して細分化があるからね、ここね、細分化。まあ、これで御家人貧乏になったと。これが分割相続、楽勝。で、この分割相続から、ね、これ反省して単独相続にシフトしていくという流れをね、楽勝、もう書けませんよ。もういいです。まあ、でも見とくか。27ページ、はい、サクッとサクッとこうですね。でこれが単独相続に変わる。まあ、この辺はもう真剣持ちレベルですからね。ここですね、31ページ。はい、次、B、E に入る元号漢字二字。B、B こちら。B が、特定で、御家人、そうしたね、貧乏になった御家人を救済するために出した、これが A2。楽勝。で、次はもう一個あったろう。いい、いい、いきますよ、いい。こうか。特性一期。特性一期。28ですからね。近江の馬借一期。日本初の一期。これが、象徴の特性一期。まあ、この辺は、あ、こっちか。こっちだね。B が A2。E が象徴。あ、楽勝。だから、ね、さっきの分割相続からの A2 特性で、皮肉な結果の特性で、27ページ。はい、一応、ここ確認しとって、訴え手が、ね、御家人かそうじゃないかで違いますからね。ここ、細かいけど、20という数字もいいですか、よく出る。で、象徴の特性域が、もう1期シリーズですから、この5個1期、もう1期だけに一気に覚えてください、ほんと。32ページ。象徴の特性域。馬借出てくる、ね。これがキーワードよね。近江の馬借。これも象徴の特性域のキーワード。
まあ、年も石に焼いた、ね、石碑残すからね、この柳生の石碑、どこやったっけ、柳生の石碑、柳生の石碑、ね、あ、ちょっと待って、柳生の石碑、これ、あ、失礼、ね、石に焼いた、石に焼いた、やっけ、石に焼いたと覚える。はい、次行こう。C に入る語、C は、そうした、うん、施策は、氷菓子業者である C。ね。うん、で、ここが、永仁特性だけど、鎌倉でしょ。鎌倉の、うん、金融業者ですね。だから C はどうなるかっていうと、これが、こう室町と鎌倉で金融業者の名前変わりますからね。鎌倉やけん、これが29ページ、貸し上げ。これ有名なやつね。教科書載ってますけど。ゼニア、ゼニアと。ああ、これ、宗家ならこの三能霊言記絵巻が出ますよ。聞かれる。聞かれる。はい。貸し上げ。これはなんちゃない。で、あ、次、この室町の金魚者聞いてきた。ね。はい、D でしょ。で、これ、なんとか、酒屋 D はセットなんですよ。ああ。だけど、これが、町長の特性域で集客されたんですね。だけ。さっきの32ページ、酒屋土葬、これセット。酒屋役、土葬役って言って税金課せられますけどね。ああ、ね。ちゅうことで、自分たちでこいつら襲撃して、死得せえつって、自分たちで得せにしてしまう。まさに実力、ね。力で全てを解決するという時代に関わっていく。はい。酒屋土葬。これは、ね、酒屋とがある県、こっちが土葬ですね。で、土葬。次、F ですか。F にある人名、F はこれか。1441、これもう可決ですよ、この年号、この年はね。あで F やから、F が足利義教を殺害し、殺したと。ね、これが可決の欄からの可決の特性一揆やから、ね、赤松光助、これ楽勝。ちょっとスペースがないけど、まあ、赤松光助。ねみぎと覚えて、ねみぎ。赤松光助。はい。で、小論述ね。A に関して幕府は G。うん、一気に対し、室町幕府はこのお金を取ると。あ、なんと一気でね、金儲けしようとした。最悪よ、ほんと。ここに入る。一気にね、まあ、特性に関する収入。これが何かというと、特性に関するのは、はい、32ページ。特性に関する V 地線、これですよ、V 地線。とりあえず V 地線書けば部分点もらえますからね。V 地線。うん。そうか。で、どのように対応しようとしたか。一気に対して。これも V 地線でしょ。V 地線を設けて財政安定化を図ろうとした。ね。まあ、最悪 V 地点設けて、ね、もう広告映すだけでも部分でもらえますよ。さっきのやけ、財政の安定化を図ろうとした。つまりこれで金儲けしようとしたわけですね。で、まあ、模範解答見たら、この V 地点は何とは何ぞやと。一応、黒本にはそこまで書いてないから。書いてないから。ね、つまり、ね、債務、つまり借金の10分の1バックに払ったら特性です。特性で。つまり、ね、債務。破棄あるいは債権貸し取る金の10分の1バックに払ったら、ね、債権を保護すると。まあこれ書いただけ満点だろうね。債権保護と10分の1、もう早払った方が勝ちなんですよ。早払った方がね、ちゅうことよ。特性で儲けようとする、これ最悪のパターンですね、これね。人としてどうかですよ。借りた金は返せって話や。だけ、まあ、そこに書いときます。もしお持ちなら。ね。債務破棄、あるいは債権保護。ね。ちゅうことですよ。はい。V 字線だけは書きたいですね。やっぱ特性に絡むね。この収入ちゅうことで。さあ、次。ラストね。2本目。近代や。これね。A ですね。A は、うん、こうやろ。だけどほら、台湾をゲットした清から勝つ条約、これ、あ、下関条約、楽勝。
ね、と思ったらなんと4時。びっくりした。ええー、と思って。4時やん、これ2時じゃないですか。これな、他行き方あるんかいな、と思って。用語集調べたらね、まあ、答えに載っとったんですけど、日清講和条約とか、こんなんあるんですか、日清講和条約とか。初めて聞いたが、これ、問題として、ね、出会いましたよ、ほんと。こんな問題、日清講和条約と。はぁ、一応書き込みましたよ、ほんと。初めて、このパターン。はあ、4時で、この、こっちを聞いてくるっていうのはね、まあ言ったんですけどね、あの下関、日清講和記念館が残ったんですよ。しかし、あの春パンのとこね、福のね、美味しいね、もう老舗ですけども、本当。いやー、日清講和条約、まあ勉強になりましたよ。あの、石類をね、この石追字で聞かれるパターン最近よく見るんですよ。石類を3文字で書けちゃうパターン。ここね、27ページ。3文字だったら石追字書かないけん。これ最近よく見るパターンやけど、こう、下関条約を4文字かけちゃうの初めてでしたね。いや、これも僕できんかった。勉強になった。はい、次行こう。しょうがない。こんなのはしょうがないですよ。B は満鉄の総裁で関東大震災後の、ね、復興で台湾の民政を行った。この3つで出てくるね。これが誰かというと、うん、やっけ、満鉄の総裁のところで書いてるんですよ。71ページですね。これが、はい、ね、満鉄総裁で、関東大震災後の復興、後藤新平。これもよく出るね、よく出る。はい、後藤新平、江藤新平と一文字違いですけどね、気をつけて。後藤新平。はい、次行こう。C、まあここで日銀作ったっちありますから ね、金銀、金さん銀さんですよ、金がつく人。黒本で言ったら明治の建築、80ページ、この三人衆、コンドルが師匠ですからね。これコンドルやけニコライにこうつなげる。で6名かね、で金銀と、あと東京駅辰野金吾で、そのさらに弟子片山東久赤坂利休、三人衆で、ここは日銀本店やから金と銀で辰野金吾。はい、次 E に入る。こう E、 E はこれか、朝鮮、 E 王朝、 E 王朝、まあ王朝ですからね、つまりやけね、ね、李氏朝鮮でしょ、ちゅうことはまあ李王朝。はい、 E、 一文字だけね、一文字だからね、李王朝ですよ。間違ってもこの紀王朝近いじゃダメですよ。いいですかね、李政権ですからね、李王朝。次 F に入る。三一独立運動、斎藤誠、武断政治ね。これ江戸時代で言ったら文治政治ですよ、ね、心の政治、力の政治から、ね、心の政治にシフト。マクロンで言ったらこれ武断政治、文治政治も歴史用語ですからね。43ページ、武断政治から文治政治への転換と。でもここは、ね、朝鮮なんですよ。これまた歴史用語なんですよ。出てきました。文は文でも文治ではない。これがね、やけ、ベルサイユのところ。74ページ。これがね、ね、斎藤誠、朝鮮総督もやっていると。文化政治なんですよ。これ、丸南、丸南。これ出てるよ。総計でも聞いてる。うん、文化政治。これはちゃんと準備しないと出てこない。文化政治、文治政治ではない、文化政治。 OK、 はい、で最後ですか、これが50字、まあ、中論述やね、これがね、でこれか、ね、うん、設置した、うん、なんか建てられた感じやろ。でこれ1910年、これもね、韓国併合やないですか、うん、ちゅうことは、そこで設置、ね、建設された建物ですよ。あ、で、この後の文からなんとなく、ね、異様正規、正史できるようにと書いと、ね。これがやけ、漢字5字書いてるからね。あ、統治機関ってありますか。まあ、もうここまで書いてくれたら、朝鮮総督府が出てくる。ちょっと、書くスペースがないな。なんかね、この、
この裏紙使おう、この裏紙を、ね、だけど5文字やから朝鮮総督府は出てくる。黒本で言ったら、まあ、韓国併合ですからね、71ページ、この流れね、韓国試合の流れ、ここですね、朝鮮総督、まあ、寺内正孝ね、あ、内閣で言ったら、まあ、どっちかというと、ね、鳩派か高派かで言ったら高派ですよ、ここの第2次桂内閣、韓国併合。ね、はい、で、これ、まずこれ出てきた部分で十分もらえますよ、ね、で聞いておることは、どのように建設されたか、まあ、ここやろ、野球するに、まあ、よう分からんかったけど、まあ、とにかくもう こういう時もこのできるだけ、ね、リード文とか問題文の言葉使うんですよ。だからこの朝鮮総督府が、ね、この慶福宮、まあ、李氏朝鮮の王宮ですね、このね、正門と正殿の間に建設されたと書きました、僕。建設されたね。まあこの朝鮮総督がね、結局ね、ダイナマイトでぶっ壊されたんですよ。まあ、韓国人からすれば屈辱の象徴ですからね。で、日本からすればこのね、ここに建てた意味というのは、要するにまあ植民地支配のまあ象徴と、植民地支配の象徴ね、粉々に吹っ飛ばしたんですよ、本当、ね、まあ象徴とした。あとまあ一応模範解答に書いておった。だけどまあ朝鮮とここをこう建設したで、もう十分点もらえる、合格で。まあ満点はもらえませんけどね。満点はもらえませんけど。まあこれぐらいでいいんじゃないですか。はい。つうことで。まあまあ論述、記述は結構簡単。ね、ただし最初の記号の28項の記号がやっぱりこれ難しいですよ。ああこれ結構これやっとけば、同社立命とか簡単に見えてくるね、多分ね。総研もこれで十分勉強できると思いますよ。はい。まあ、ちゅうことでですね、一応3問やってみました。いや、勉強になりました、すっごく。一応、で、なんざん一応これでね、一区切りとしたいと思います。まあ、とにかく頑張ってください。終わります。